よし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 。はいどうも、うなごろです。今日は、10月のアップデートで追加される新ステージの画像を手に入れたので、まずはこちらをご覧ください。まあこれさ、任天堂ダイレクトで出てきたからさ、まあみんな知ってると思うんだけど、このステージの名前が、ムツゴロウっていうらしいです。で、ムツゴロウっていうと、まあお魚でね、ムツゴロウっていうのがいるんだけど、まあちょっとあの、うなぎに似た、土壌みたいな、魚がいて、親近感があるんだけど、ちょっと画像でもあるんですよ。こいつ。この、手前の、魚が、魚ってか、ま、気持ち悪い、なんか、口開けてるのが、ムツゴロウなんですけど、まあ、実際の写真はこれですね。ちょっと気になったので、ムツゴロウのこのロウっていう漢字、調べてきたんですけど、まあ、大きい建物って意味だったので、まあ、きっとでっかい建物なのでしょう。このお寺、10月にアップデで、すぐ来るみたいなのでね。遊べたらね、いいなと思います。まあ、オンライン化もね、来たのでね、スプラトゥーン以外でも、まあ、ファミコンのソフトとか遊べたり、まあ、他のゲームもね、きっと何かしら特典はあるんじゃないか、オンラインの。あんのかな?わかんないけどって、ごめん、適当に言いました。もし、ムツゴロウが大きかったら、鬼ごっことかかくれんぼもね、きっとね、面白いと思うし、非常に楽しみだ。ただ、少しちょっと残念なお知らせがあるんですけど、なんか新しいステージ、このムツゴロウで最後みたいですね。最後のステージ。まあ、新作のステージが最後だから、多分、スプラ1で出てた、ネギトロ炭鉱だとか、ヒラメガ丘団地とか、まだ出てない改良されたステージは出る可能性はあるんだよね。あとは、別注シリーズ。今回別注シリーズ、4つ追加されたんだけど、まあ新しく4つ?いや4つじゃなくてもう5個6個とかあるかもしれないし、新サブの炭酸ボムというね、本当に新しいサブウェポンがこれから追加されるみたいなので、まあそっちもね、ちょっと楽しみですね。まあまだあるのか。スペシャルもあるんだよ。しかもスペシャル1個じゃなくて2個追加されるんだよ。これすげえな。ピコピコハンマーと元気玉みたいな。ナルトで言ったら螺旋岩みたいなね。とりあえずこのステージは10月のアップデートで確定で追加されるから、待ってましょう。まあ、そんな感じで、新ステージの情報でした。ご視聴ありがとうございました。ちなみに冒頭で見せた最初の猫ちゃん、あれ飼っている猫なんだけど、わしゃわしゃあんま好きじゃなかったみたいだからもうやめるわ。申し訳ない。